かご用ですの？気分じゃありません。今はそんな気分じゃないって言ってるでしょ。気分が悪いのですから。寂しくなんかあるもんですか。うちのことが恋しくなるなんて、子供じゃあるまいし。やるわね、ソノラ。一発で帆柱だけを粉砕しちゃうとは。おい、スカーレル、あんまりそいつを褒めんじゃねえ。いつか見たくまた調子に乗って獲物を海に沈めかねえ。客人、目当ての品は間違いなくあの船にあるんだな。はい、間違いなく。けどさ、なんでまたわざわざ定期客船に偽装して運んだりするかな。物が物だけに秘密裏に運びたいってことでしょうね。とはいえ、私らにバレちゃってるあたり、かなり間抜けとは思うけど。ですが、警備の部隊がついていることには変わりありません。なーに、上等だぜ。それぐらいでなくちゃ張り合いもねえ。よっしゃ、このまま砲撃で牽制しつつ全速前進。雪原スタート、一気にかしこむぞ。
いてめえら、腰が引けてるぜ。やる気のねえやつはとっとと失せな。情けねえ野郎どもめ。お頭、向こうに帝国の軍人がいやしたぜ。よーし野郎ども、獲物はそっちだ。悪いんだけどさ、そういうわけにはいかないのよね。これは大人しくしてれば命まで取らないからさ、黙って降伏してくれないかな。それが当然の反応だし、参ったっていうまで痛めつけちゃえ。おい、開いてるよ。なんだ、あんたか。いい。いいって言ってるだろ。ほっといてくれよ。悪いんだよ、俺がムカついて話したくない。そこの貴様、動くんじゃねえぞ。動いたら問答無用でぶち殺す。何事だ、想像し。ああ、不審者でさ、副官殿。とっ捕まえて締め上げましょうか。よせ、ビジュ。隊長殿。
申し訳ないが、ここから先の区域は軍の管理下にある。民間人は立ち入り禁止だ。速やかに引き返していただきたい。さっさと行きな。屋敷を出て知らない人と一緒に暮らすなんて。やるわね、そのな。一発で穂柱だけを粉砕しちゃうとは。おい、スカーレル。あんまりそいつを褒めんじゃねえ。いつかみたくまた調子に乗って、獲物を海に沈めかねえ。兄貴ったらまた昔のこと言うし。客人。目当ての品は間違いなくあの船にあるんだな。はい、間違いなく。けどさ、なんでまたわざわざ定期客船に偽装して運んだりするかな。物が物だけに秘密裏に運びたいってことでしょうね。とはいえ、私らにバレちゃってるあたりかなり間抜けとは思うけど。ですが、警備の部隊がついていることには変わりありませんよ。なーに、上等だぜ。それぐらいでなくちゃ張り合いもねえ。よっしゃ、このまま砲撃で牽制しつつ全速前進。雪原した後、一気にかしこむぞ。腰が引けてるぜ。
やる気のねえやつはとっとと失せな。ようやっと骨のあるやつが出たか。随分と勇ましいお嬢さんだが、言ったからには口だけで終わったりはしねえよな。いいぜそういうの、分かりやすくってよ。野郎ども、敬意を払ってお相手してやんな。